アルファ6000を今更安い35000、アルファ6400高い、まあ、残念では結構致命的だよね。でまあこれしかなかったんだよね。こんにちは、こんばんは、ベンジャミンラボです。今日はですね、じゃじゃんじゃじゃんじゃじゃじゃん、これです。これです、ソニーアルファ6000、これを買っちゃいました。どうでしょうか、いいでしょう。ミラーレス一眼レフってやつですね。ミラーレス、はい。今更なんですよね、これね。2014年ですね。だから約ね、今2020年なんで6年前、6年半ぐらい前を今更なぜこれにしたか。今まではですね、スマホで撮ってたんですね。 iPhone の11ですね。はい、ね、やはりね、 iPhone の11だとどうしてもね、なんか良くない時があるってことですね。はい、でこれに変えてみた。でこれは良くない点が、まあいい点から言うと、なんでこれ今更ね、これ安い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 、特にね、もう中古だとすごい安い。僕これ買ったのは35000円、レンズ込み、レンズとバッテリー、レンズとバッテリー込みで35000、ミラーレス一眼レフが35000です。本当は α6400 が良かったんだけど、やはり α6400 だと高い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 、中古でも多分95000から85000ぐらいの間しちゃうんですよね、レンズついて。これ6年前だけど35000で、ね、ものすごくね、いい点悪い点あります。まず良くない点、もう第一の良くない点が、動画が30分しか撮れません。ですがそれはクラックできます。あるアプリを入れると解除できます。動画の制限時間は解除できます。今日やってみます、それね。はい、もうやってあるんですけど、もう一回やってみます。はい、それとログ撮影ができない。次がログ撮影ができないですね。ログの撮影ができません。はい、Vlog 撮影というかログですね。それは α6400 はできます。はい、これはできません。はい、その点が良くないですね。はい、あとはねえか、この付属のレンズが良くないらしい。結局ね、ミラーレスとかこういう一眼レフはこのレンズありきになってくるので、うん、これあんまし良くないかもしれないけど、まあ初めはね、いいかなって感じですね。 F3.5 の 5.6 ですね。で 16mm から 50mm でも換算 1.5 倍ぐらいなんで、25mm の 75mm ぐらい、多分 70mm ぐらいか。あとはね、まあ、まだね、一回も撮ってないんですよね。だからまああとはとか言ってるけど、衝動買いで買っちゃったんですよ、衝動買いで。だからね、いい点も悪い点も分からずこれにしちゃった感じです。まあ買えるの、これしか買えねえなと思って。そう、GH4 とかもね、悩んだんですよ。1個目の GH5 が新しいじゃないですか。ルミックスの。はい。パナソニックのね。はい。で、GH5 が出て、GH4 もね、そんな高くないんですよ、中古だと。はい。それと迷ったんですけど、このやっぱコンパクトさ。私ね、一眼レフ持ってるんですよ。持ってるんですよ。昔のね。キャノンの EOS、キースなんとかかな。でかいんですよね、やっぱり。それに比べると、これめちゃくちゃちっちゃくて、すげえいいなと思って。で、これが良かったんですよね。はい。で、ソニーにしました、α6000。でもね、今思えば、6400の方が良かったかもしんない、うん。でもね、やっぱね、買えるのはこれだけかなって感じ。うん、まあ、で、良くない点ね。良くない点。まあ、いい点はいっぱいあるじゃん。小さいとかさ。安いとかさ。良くない点か、ログ取れない、動画の制限がある、でもこれは解除できる。あとこれ端子があまりにも少ない。でマイクロ USB なんですよ、今時。これ C でいいよね、 USB-C とかね。これが HDMI、 ミニ HDMI ってやつ、なんかないの分かります？これね、そう、 Wi-Fi できるよ。 Wi-Fi で写真飛ばせます。イヤホンがないんですよ、外付けのイヤホンが付けられないんですよ。これ見て、ソニーのね、なんか純正のね、なんかこの変なやつなの。だから外付けのマイクは付けられないんですよ、一切。例えば、この辺のとか、これもそう、ピンマイクとか。この辺のが一切付きません。純正のしか、ここに。マイクの端子がないからね、ここに。これとても残念。まあ、残念というか結構致命的だよね、それって。それって致命的だと思う。あとはね、まあ、そこぐらいかな。でもそこすげえ致命的で、だってマイクないんだよ。マイク、この内蔵マイクで行くしかないんだよ。
嫌でしょ。でもまあこれしかなかったんだよね。でなんかやっぱ iPhone に限界を感じてたっていうのがありますね。これさ、電話とかかかってくると結構めんどいんだよね、iPhone って。iPhone で撮影できるんだけど、11。これ今11で撮ってんだけど、iPhone11 でね。そんな悪くないでしょ。でもやっぱこれの期待しちゃうでしょ。ではとりあえずね、次。まあ撮影時間が30分しかできないんですよ、本来は。でももうこれ改造しちゃってるんで、僕やったんで、動画撮影時間の解除ってやつ。それをね、まずやってみます。アプリ一覧。を開きます。で、これ。オープンメモリーズ。これが入ってるとクラックできてるんですよ。あのクラックっていうか動画のね、撮影時間の解除。チェックマークがついてるでしょ ?13 時間。これ13時間動画撮れるってこと、最高で。で、このアプリを外すと、29分50秒。これが通常です。通常これです。ただ、これ入れたのでアプリを。13時間。で、これの入れ方を今説明します。はい。で、これ入れ方なんですが、このカメラの設定はもうこれだけです。これだ。最後のやつのこのお道具箱マークの USB 接続。これを MTP ってするだけ。これ。MTP。これに変えてください。ね、これだけ。で、こっちの設定は終わり。で、これ置いときます。とりあえず。ね。で、次がパソコンでやります。接続します。これ。これ開いて。ここに。マイクロ USB と USB。パソコンにこれ挿します。いきますね。はい、それではですね、α6000 動画の撮影時間の制限を解除していきたいと思います。まずですね、オープンメモリーでググってください。そうするとこれが初めて出てきます。これをクリック、こうなりますね。これいいですね。一番上、オープンメモリーズトゥイークっていうのかな、これを押してください。まずこれをググるんですね。オープンメモリーズをググってください。で、 APPs の一番上、これオープンメモリーズトゥイークを押してください。そうするとこの画面になります。で次に、ここですね。この真ん中あるとあるの、It's recommend to use PMCA GUI。ここ押してください。そうすると、真ん中にこれありますね。ここになります。ちょっとこれが出てきます。この画面が。そしたら今度は、PMCA GUI。GUI っていうのかな。0.17WinEXE。これ押してください。そのダウンロードが始まります。始まったらこれ押してください。そうすると、この画面になります。したら、これが出たら、カメラをパソコンと USB 接続します。さっき設定でね、α6000 の USB モードを MTP にしてるはずです。そしたら、ゲットカメラインフォをクリックします。そうすると、これ出てきますね。α6000 の情報が表示されます。ここね、ソニーコンプレッション ILCE6000。これが α6000 ってことです。そしたらここですね。インスタート APP をクリック。そしたらここですね。ここのこれ。これを開いて、ここね。開いたらこれを押します。オープンメモリーズトゥイーク。これ。インスタント APP を置いて、インストール APP を押して、ここでオープンメモリーズトゥイークを選びます。そんで、ここですね。インストールを選ぶだけ。俺はもうインストールしてあるから押さないけど、はい。ここだけです。これだけです。終わりました。これだけです。もう一度。この画面来るじゃないですか。ここでダウンロードして、はい。これをダウンロードして、PMCA GUI、バージョン 0.17 WinEXE をダウンロードして、これが出てきます。で、ゲットカメラインフォ。そうすると α6000 の表示が出てきますね。モデル。ここね。そしたらインスタント APP。で、ここが本当はこの状態なんだけど、ここから、オープンメモリーズトゥイーク選ぶ。で、インストールするだけ。これだけです。これで動画の解除ができます。30分の解除をクラックできます。簡単です。誰でもできます。それでは。はい。できたでしょ?簡単にできます。で、最後にやっぱ確認するには、オンにして
メニューを押して、このアプリ一覧からこいつが入っていれば大丈夫。オープンメモリーズ。オープンメモリーズね。で、これのさっきも言ったけど、ビデオにして、ここ、マークを入れると。ね、これが29分50秒と13時間。で、こっちにすると。それだけです。それだけ。で、これが、動画が13時間撮れるようになりました。ただね、なんか熱暴走とかするらしいんで、実際そんな撮れないかもしれないけど、まあ、やっとくに越したことないですよね。30分でさ、落ちたらめんどくさいじゃん。ね、一回一回。で、こいつを使っていこうと思った感じです。で、やっぱこれに期待するのは画像の良さと、画質の良さかな。ただ、それだったらやっぱ Vlog 撮りながらログ撮影したかったよね、できれば。知らなかった。できるかと思ってた。うん。あと、やっぱ外付けのマイクつけたいよね、これ。いや、外付けのマイクはつけたかった。からなぁ。まあ、ちょっと使ってみてですね。で、ちょっとこのレンズ、もうちょっと変えてみたいし、うん、使ってみてあんま使いにくかったらちょっと考えもんですね。はい。マイクのこともあるし、マイクはでかいかなって感じ。うん。はい。今日はそんなとこです。次はね、次回はね、iPhone 11 と α 6000 の動画の撮影時の差っていうのを見ていきたいと思います。本当に iPhone より良くなったのかってこと、これが。ただ iPhone もね、なんだかんだいいんだよね、結構 iPhone 11、うん。今撮ってるやつね。それとこれで本当にこっちの方がいいのか。っていうのをね、ちょっと見ていきたいと思いますね。はい。まあそんなとこです。またよろしくお願いしまーす。またねー。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録とグッドボタンを押してもらいますと、ものすごく励みになります。また見てねー。